はい、こんにちは、グランピーです。今日はフランスのカフェドシクリカフェドシクリスタカフェドシクリステが入荷したんで、それを紹介します。こんな感じです。よく見ると花柄の模様がいっぱい描いてます。でここはちょっと革っぽい素材になってます。触ると分かるんですけど、でこれ僕1個は去年のこう赤いモデルを持ってます。でぐーっと上後ろに向くとですね、ここに変なセミが描いてます。変なセミって怒られます。セミのワッペンあります。で今回はこのカフェドを買ってもらった方はですね、どうやらおまけがついてるみたいで、こんないい匂いがする何ですか、石鹸ですかね。あ、そうですね、すごいいい匂いします。これがついてきて、多分このジャージだけだと思います。この黄色いジャージとネイビーのジャージ、これがネイビーですね。すごいかわいいです。で後ろがこれもセミがついてますでカフェドのジャージの特徴なんですけど、向こうで説明します。とフランスのニースって言って、まあ、モナコがあったらその横にある地域でのブランドです。基本的にこういう可愛らしい爽やかなシンプルなデザインが多いです。でこれ実際切ると分かるんですけど、例えばこれがカフェドシクリスタで、これが人気ナンバーワンのツインシックスなんですけど、このなんていうんですかね、パターンが洋服っぽい感じなんで、すごく着やすいですね。これが普通のサイクルジャージってこうなってるんで、まあこうやっても、まあ、なんていうかな、本当はこっちが着やすいです。でもこっちは洋服を着る感覚で着れるので、自転車から降りても、まあ、シンプルっていうか、まあ、これシンプルじゃないんですけど、まあ、着やすい構図になってます。そうです、まあ、もう一個カフェドの特徴はこういうウール素材を使ったジャージが人気です。さすがに30度以上になると暑いんですけど、まあ、広島なんか海があって山があっていきなり標高高くなるんで、そういう時はこういうジャージがいいと思います。あとは短パンにも合わせやすいですね。これはまず黒い短パン合わせとかでベルトを見せるとかですね。このベルトはタナーのベルトです。革ベルトです。そういう感じで、まあ、カジュアルにも着こなせるサイクルジャージがカフェロシクリスタで、派手なのがいい人はツインシックスで、シンプルなのがいい人はセブンメッシュいいですね。これは本当に自転車乗るとき用に適したジャージとなってま す, そうです、ね、だからガチじゃなくてジーパンとか短パンとかで乗りたい方は、こういうカフェドシクリスタも今回入荷してきてるんで、お店でぜひ手に取ってみてください。以上です。